これもリサイクル図書でもらってきたんだけれども、これは新聞が、これを、挟み込んでるぞ。昭和55年11月17日の朝日新聞。石川淳著、強風期。なかなかほら、これ晩年の当時の石川淳だと思うけど、結構ダンディーなおじさんだからな。書き出しはこう。何という木か、途方もなく大きい木が一本、もろに横倒しに、地響き打って、てん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 。その木は、だいぶ前から日照りにも風雨にもそこに野ざらしになっているようだから、たった今、落ちかかったわけではないが、それでも黒々とした幹はうなりを発するまでに凄まじく、仰向けにのけぞって、大枝も小枝もなく、歯の一つつはなく、手足をぶった切られた巨人の胴体が泥まみれに、ほとんど血まみれに投げ出されたという気配であった。胴体の半ばは腐食した物質の中にうずもれている。根はまだ残っているのか、すでに刈り取られたのか隠れていて見えない。というのは、ここは平地ではないからである。下からは、見上げるほど、一面にガラクタの堆積。紙くず、野菜くず、空き瓶、空き缶、つぶれた段ボール、錆びついた自転車、ぶっ壊れの冷蔵庫、ポンコツのカー、猫の死骸、犬の死骸、もしかすると行き倒れの人間の死骸まで久しぶりになっていても不思議でなく、その他ごたごた、やけにぶちまけたのが高く盛り上がって、それは廃品の山であった。
そのデコボコの山並みの打ち立てておけばブツブツ煙を吐き、やがて火も吹き出しそうなてっぺんに、ずっしりわだかまった大木の姿は、おのずとにやみが効いて、この山の主という勢いの殺されてもくたばらぬ貫禄に見えた。山の下のここもゴミの散った裾野の景色の中に、つい近くの濁った川から吹きつける風に舞って、落ちてきたクズの一つの、これが人間の形をとって、シャベルをついて立ったところはともかく男と知れた。シャベルは達者に動いて山の裾を切り回すように掘っていく。その手を時々休めて穴の開いたボロ帽子を脱いで、汗を拭く。明るい日差しにどす黒い顔が浮いたが、若い顔であった。シャベルはまた掘り続けた。その掘り返した先に声が上がって、何するんだい、ドスケベ。靴の中のドラム缶の影から裸の足が出て女が跳ね起きた。シャベルはスカートをまくったに等しかった。お前なんだ、そこで何をしてるんだ。寝転んでっちゃいけないというのかい。こんなところで寝てる奴は死んだ奴も当然だ。ここで立って動いてる奴は死んだ奴よりも以下の最低靴よ。なんだお前こそ。睨み合って立つと、女の方が少し年上か油切って、柄も大きく、男はガキのように見えた。ガキの睨み合いは続かない。目をそらしたのは男の方だった。俺は死んだ奴の中でも、生きてるクズよりも以下の、クズの中のクズという奴を探し合ったと、たいと思っているんだ。お前みたいな奴に関わり合って暇は。ボソボソ口の中で呟いて去って行こうとすると、お待ち。その声は、踏み出した足を止めさせたほど強く響いた。首を掴んで逆に振り向かせた気配であった。そういうクズ探しを私は探してたんだよ。物は使いようで、お前でも使い道があるかもしれないね。お前、とんだ運のいいやつだよ。番においで。え？おとなしく入って行ってくればいいんだよ。ここだよ。ここに帰ったよ。あれにすぐにわかる。何か記してある紙切りを左の手に押し付けられたかと思うと、右手に持ったシャベルをさっとさらわれた。おい、それは、番まで預かっておいてやるよ。常にその右の手のひらに何枚かの札を握らされていた。言うことがあるんだ、ここで言ってくれ、晩前また。そう言いながらも、その手のひらにふちゃくちゃと札が吸い付いてしまうに任せたのは、晩までの空白な時間をそこに受け止めたようであった。女の裸の足は散らばるゴミを踏みつけて笑っていた。まだ日が高いのに、そんな薄汚い格好をしたやつと立ち回しじゃ様にならないよ。私の顔に関わら、その銅を落として新しい札でも買って、ちっとは小ざっぱりした何をしておいで。社交界に出してもらえると思ったらいいね。つい背を向けて引っかかるのに、おい、お前のこと、なんて言ったらいいんだ。姫と言えばわかるだろうよ。お前は、そう、ゴミ捨て場のネズミというところだね。入り口でネズミと言ったら通れるようにしといてやるよ。振り向きもせずに、女の姿はもう遠ざかって、彼方の町の方に消えた。ネズミと呼ばれても、それでは不都合ということもないが、当人にはもともと名があった孫である。元はその上に何がしと名字もついていたっけが、そういうつまらぬものはすでに必要でない。どこに行ってもただの孫で通る。いや、どこと名を付くほど男に行かなくてはならぬという用もなく、従って通るも通らぬもないわけだが、現に生きている限り、せめて俺はただの孫だぞというくらいの見識でも、体内ひそかに飼っておくほかには、当人自ら実在証明の出しようがない。どういう意味なのかな、それはちょっと分かんないけどな。強風期だったか何だったとか、あとかなり内容とか作風も違うけれども、開口兼開口武士の最後の子や、破れた眉、もう一つなんだっけ、その耳の物語という2巻のさ、ね、あるでしょ。
で、そういえば石川氏の声を絶筆かどうか知らないけど、まあ、結構晩年のあれだけれども、高橋源一郎は当時これ書評っていうか、まあ、評論を書いていてさ、まああの、まあ、それはまああのどの作品っていうことでもないんだけれども、まああの日本の古典というか、まあ、中世文学みたいなものと比べたりとかしていたというのも興味深い。話やな、そう思わないか。